けを阻止することはできたのだが、いつ小河原と戦になるとも限らない。小河原上昇の裏には優れた火縄と豊富な軍資金の存在がある。小河原城の傍らにある鉱山、ここを爆破することができれば相当な痛手を与えることになるであろう。なんで？なんか聞こえた。
なんじゃ。思い過ごしか。退屈せずに済みそうだな。Thank you.
物足りぬ。何じゃ？はそうか、無事終えたか。は、小河原をこのまま捨ててはおけん。火を灯す日も近いぞ。